現在のニコポリスアドイストルムの近郊ニコポリスアドイストルムの地下水パイプニコポリスアドイストルムはローマ帝国と初期のビザンティン帝国時代の都市である。102年にトライアヌステイによってトラキア属州に建設された後、7世紀にアバール人とスラブ人の侵略までもエシアインフェリオール属州の都市として存在した。その遺跡はブルガリア北部の町、 ベリコ・タルノボの北方を1 8トル、ニギウプ村の南東を3キロメートルの地点に位置する。古代の都市名によく見られるニコポリスとは、勝利の女神ニケに都市を意味するポリスが合わさってできた、ラテン語名ニギコ・ポリスである。ニコポリスアドイストルムの名称は、ドナウ川の都市を意味する。エスターは、ドナウ川の下流部分の古い名称である。しかし、この都市は、ドナウ川沿いではなく、 ドナウ川の南約3 0トルにあるドナウ川支流のヤントラ川付近に位置している。しかし、建設当時は、セクサギン・タプリスタの市議会と市民が、セプティミウス・セウエルステイの像を建てた場所まで、ドナウ川の広大な流域が広がっていた可能性がある。公式には、この都市の名称はウルピアであり、トライアヌステイの氏族名であるウルピウス氏族から名付けられている。 クラウディオスプトレマイオスが150年に著書、ゲオグラフィアで書いた通り、この都市は当初、ニーコッポリス・アド・ヒーメムと呼ばれていた。ヒーマス、またはハイモスは、バルカン山脈のラテン語名である。後に都市名に付け加えられた、アド・エストラムの名称の方が、一般的になってしまった。他の別名として、ニーコッポリス・アド・アイートラムがある。この都市は、 ニーコポリスアドダニービームアーブスとも名付けられている。公用語は古代ギリシア語であった。この都市の住民の古代ギリシア語による呼び名は、ニコポリ体、またはニコポレー体、プロスイストロンである。2世紀後半、または3世紀前半に編集され、ディオクレティアヌス帝の治世中に最終的に改訂された、ポイティンガーズでは、ニコポリスアドイストルムの都市名が、 ニコポリストロと短縮された名称になっている。トルコ語の名称はエスキーニカップである。かつての都市があった場所は500年間オスマントルコ帝国の領有下にあった。ニコポリスのドイストルムの古代の都市名の中世のトルコ語における転写がニクジャップである。この名前が現在の近隣の村ニキュープに引き継がれている。さらに西にあるブルガリアのドナウ川沿いの都市。 ニコポルトニコポリスワドイストルムとを混同してはならない。都市はロザッツェ川の左岸にある段丘にあり、そこから6キロメートル下るとヤントラ川との合流点となる。現在、ニコポリスワドイストルムの遺跡はベリコタルノボからルセまでの道沿いにある。道路がロシッツァ川を渡って橋を渡った直後に21.55ヘクタールの面積の発掘現場がある。この場所は、 高校学用保護区で春から秋にかけて観光客に開放されている。4世紀のポイティンガーズにおけるニコポリスアドイストルムドライアヌステイの治世中、ローマ帝国はその領土が最大半島となるほどの著しい領土拡大を果たしている。ドナウ川の下流域の南の地域はローマ帝国に同化した。ダキア戦争の一度目の戦争と二度目の戦争の 間の9000期の102年にダキア人に勝利したことを記念してトライアヌステイによってニコポリスアドイストルムが建設された。この都市はトライアヌステイの氏族名であるウルピウス氏族から名付けられたウルピアニコポリスアドイストルムという都市名が付けられた。彼はアイイートラス川とロザチェ川の合流地点にあたる場所をおそらく決戦の場として選んだ。 彼は、ニコポリスアドイストルムが徐々に実証、解明されてきた壮大な都市になることをはっきり、目指していた。しかしながら、都市の何かしら起きた出来事についての記録となる、記念碑的な遺物は、主にアントニヌスピュース帝の在位期間にあり、発見された碑文は136年以前に遡る、ものは発見されていない。ニコポリスアドイストルムは、 公共的建築物を描いたコインを発行している。この都市は、ウクライナ西部にいた部族であるコスタ防災族によって170年から171年に襲撃、略奪されたが、略奪後にすぐに城壁が建設されている。城壁建設時には、付近の多くの建物は撤去されている。カラカラミカドが,が211年から212年に訪れた後、 都市に対する不快感を抱いた結果、212年頃から都市の名誉称号のウルピアは公式の秘文にはもはや使われなくなっていた。からからミカドは貨幣鋳造所を閉鎖し、経済的繁栄だけでなく、キビタス・スタイペンダー,ーと呼ばれる、功能する代わりに一定の自治権が与えられる都市の地位を失った。彼の死後、ウルピアの極がついた完全な形の かつての正式名称での都市名こそ回復させられなかったようだが都市共同体としての地位を回復し貨幣鋳造所を再開したようであるローマ帝国が領土拡大したとなう川下流域の北側地域のラキア属州に対する支配の強化とその内外の安全を確保するために帝国領土内で徹底した領土計画が行われたトラキア属州では 都市計画により多数の都市が建設された。トラキア属州の領域がハイモス山の南側の地域に縮小された後、ニコポリスアドイストルムは、ドナウ川下流域の南側地域を領域とする、モエシア・インフェリオル属州の下に置かれることになった。そこでは、いくつかの広域都市圏が復興し、新しい取引所も設立されている。道路建設によって、軍隊の移動や通信、 供給に役立つインフラを作り出した。ドナウ川には数多くのカストラや都市集落が建てられた。ニコポリスアドイストルムもそういったものの一環として建設されたと見ることができる。ニコポリスアドイストルムはトライアヌステイやハドリアヌステイ、それに続くアントニヌス・朝並びにセウェルス町の知性の間、最も栄華を極め、 ディオクレティアヌス邸の改革のもとで大都市として発展した。250年にニコポリスアドイストルムの近くでゲルマニア人の一部族のゴート族を侵略を受けたが、デキウスミカドがゴート族の王、クニュアを撃退した。しかしながら、翌251年のアブリッドスの戦いにおいて、重装備のローマ軍は湿地帯での戦闘で泥に足を取られて身動きできずに大敗北し、 皇帝の出来薄み角までが戦死するという衝撃的な結末に終わった。古代末期都市はゴート族の一度目及び二度目の侵略の影響を受けているが、5世紀と6世紀には地域の荒廃した要塞や町が再建された。2世紀末187年から197年にかけてニコポリスアドイストルムはモエシア・インフェリオル族州に属していた。 4世紀半ばまで、ドナウ川とバルカン山脈の間の地域を領域と、するも、エシアの中では、最も重要な都市であった。447年、都市は、噴族の王アティラによって破壊された。噴族の侵攻後5世紀中頃には、旧市街の南壁面に新しく丈夫な城壁が建てられた。古い城壁の状態は悪くて、修復は難しく、 存続して残すことはできなかったようである。さらに、1 8トルにもわたるかなりの長さの城壁を守備するには、実際に動員可能な守備兵より多くの動員を必要とした。新しい都市は、元の都市の1、4の面積しかなく、ほとんど軍事用施設や教会を包囲していなかったが、当時のドナウ川流域の都市の一般的な傾向に沿ったものである。 以前のニコポリスアドイストルムの広大な遺跡より広い領域は再占領されることはなかった。再建前の都市の南側の城壁は再建後の都市の北側の城壁として再建された。城壁の塔は破壊され放棄された建物の上に建てられ、その正門からは装飾された石のブロックが新しい建造物用に使われた。高さ10メートルの城壁の前に塔は 約15メートルの高さで建てられていた。城壁の外側は巨大な石のブロックに似せた石灰孔を備えたモルタルで表現されていた。その後、古い難問は周辺の高い地形に合わせるために門が中空に位置するように大規模な再建を受けた。町は初期のビザンティン時代、地教座聖堂が置かれるようになったが、6世紀末に アバール人の侵略によって決定的に破壊された。その遺跡付近での中世のブルガリア人の定住はその後に起きている。マルケルスとアマンティウスの初期の二人の主教の名が知られている。ビザンティン帝国の歴史家テオフィラクトシモカッタは598年にビザンティン帝国軍司令官カメンティオス・アバールに対して軍事作戦に関連して ニコポリスアドイストルムの都市の記述を残した最後の古代の著者である。この遺跡は1984年にユネスコの世界遺産暫定リストに載せられた。古代都市が建てられていた地域のわずか3分の1しか発掘されていないが、これまで興味深い発見があった。オーストリアの考古学者フェリックス・カニッツは1871年に オスマン帝国のドナウ州を旅しながら、ニキュープ村の遺跡を訪れた。彼は少し発掘調査を行って、セプティミウス・セウェルス帝の妻、ユリア・ドムナのブロンズ像の台座を運よく発見した。この碑文には、古代ギリシア語で、市議会とイステル川のニコポリス人が彫像を建てたと書かれている。そこで、この都市は発見され、明確にその場所が確定された。 この地域は1900年以来、考古学的発掘によって調査が行われている。最初に、フランスの考古学者ジェスールとチェコの考古学者、バクラフ・ドブルスキーによって行われ、1996年からは、ノッティンガム大学のアンドリュー・ポールターのチームによって実施された。ニコポリスアドイストルムは、ブルガリアで、今日最もよく研究されている古代ローマの都市の一つである。要塞、 道路網、下水道、給水ネットワークが発掘されている。近くには100個以上の破壊士が維持された状態のまま残されていた。この地域には多くの富裕者の居住地であるウィキ、カントリーハウスであるビラドレイ労働に頼った大都地経営であるサルトゥス公益所であるエムポディアがあった。二0十五年には古代ギリシアとローマの都市での貿易と市場操作を担当する。 公務員であるアゴラノムスやアエディリスの邸宅だったと推定される巨大な建物の遺跡が明らかになった。ニコポリスアドイストルムの貴族であるクイントスユリウスのオベリスクは都市の西約12キロメートルのレシチェリー近くの田舎で14メートルの高さで今もなお立ち続けている。ベリコタルノボの地方歴史博物館には多くの発見物が展示されている。2018年には 考古学者たちはデモステネスによって改変された風刺詩が古代ギリシア語で書かれた碑文がホルムの複合施設の南西端にある小さな一角にある中継の女神に捧げられた祭壇を発見した。都市は北側は大きな要塞部と南東側の小さな要塞部の二つの部分からなっている。 ヘリオガバルスミカドが発行したニコポリスアドイストルムの縄文が描かれた原存貨幣都市計画は方角設計に従って行われた。都市には都市の中心部を東西に貫く、基幹道路のデクマヌスマクシムスと都市の中心部を南北に貫く、基幹道路のカルドマクシムスを交差させる典型的なローマ時代の四角いレイアウトが用いられている。豊かな建築と彫刻は、 小アジアの古代の町と類似している。都市は、後の都市の拡張に伴って、追加で作られた複数の通水口と高い城壁によって防衛されていた。城壁は正方形の市街区域を囲み、両側に城門があった。四つの城門のうち、西側の城門が二つの門が互いに背後に、連なるような作りがされている正門であった。門の外側には二門の木戸があり、 門の内側には落としとがあった。都市の北側には陶器の工房があった。都市の中央にある集会場所のは西部と東部の二つの相互接続された部分で構成されている。馬に乗ったトラヤノス帝像や他の大理石の彫像があった。正方形の東側は吹き抜けの開放的な空間で、そこには台座のついた銅像がある。西側は四方に囲まれていて、 イオニア様式の回廊式の中廊の吹き抜けの遺跡が残っている。人々がそこに集まるのは、そこが巡りを囲んでいる通りより高くなっているからである。三つの振動を持つ、バシリカ様式の建築物、儀場、キュベレージーン、小さな劇場、商店と散歩や仕事の打ち合わせのための密閉された空間が、暖房で温められた建物のテルモペリアトスは、 もちろんテルマエもユニークなローマ様式の建物である。いくつかの街の家々や建築物も発掘されている。広場の周りを見ると、アゴラの北西にはおそらく儀場であろう建物を含む建物が立ち並んでいた。南西には400席の室内劇用の小さな劇場があった。それは基本的に長方形の形をしていた。多くの観客を入れる。 大劇場は放射状に配列されたセクターに分割されていた。さらに通りには公衆トイレがあった。巨大な敷石で舗装した古代の大通りとその脇の歩道を今日もなお見ることができる。中央通りには点検用のマンホールを備えた下水道システムがあり、またスチームヒーターで加熱した野外の舗装路があった。 この道に沿っておそらくエキゾチックな植物が栽培されたと考えられる。ニコポリスアドイストルムでは、ブルガリアでは唯一となるハート型断面の柱が発見された。娯楽のために剣闘士の試合と野生動物を追いかける狩りがあった。この都市はキリスト教の主教座聖堂があった。北門の近くには大きな大浴場であるテルマイト墓地であるネクロポリスがあった。 人口の複雑な民族的、社会的構成の違いによって、死者は仮装されたり石棺、または平らな墓に埋葬されたりと、埋葬習慣にも大変な異なりが見られた。コロネード、エクセドラ、フロントン、彫像と多彩に装飾された一族の墓は裕福な家族を示している。その複雑な民族的構成は、墓標の名前にも反映された。多くの人々が、 ローマ人の名前を持っていたが、これらの人々の大部分はトラキア出身であった。人口の大部分はギリシャにルーツを持っていた。さらに、ローマ人とトラキア人の大役軍人が多く集まっていた。トラキアの国海沿岸地域とトラキアの内陸の住民は数、フュレーに区分されていた。ニコポリスアドイストルムでは以下のフュレーの存在が証拠付けられている。 アポロニアス、アテニアス、カピトリーネ、アルテミシアス。アスクレーピオスの像のことはよく知られている。それは1985年に盗まれたしかし、その像を売却しようとしている間に確保することができた。アスクレーピオスの像は現在、ベリコタルノボの歴史博物館に安置されている。都市では、いくつかの古代の噴水が保存されている。 都市は三つの水道といくつかの井戸から水を供給されており、その多くは考古学的発掘で発掘されている。長さ2 5トルの西側の高化式水道は、ロシッツァ川流域全体にわたる水を、長さ約3キロメートル、高さ約2 0ルの水道橋で都市まで運んだ。ローマの西側のパブリケに自治体のムシナの町の近くにあった。 二世紀の淡水された貯水池は虫など洞窟内のカルストの泉から水を取水してローマ様式の都市の西側に送っている。この水道橋は18メートルの高さでマリザの谷を横切っている。水道の容量は1日あたり1万6000リットルであった。都市の西200メートルには貯水池の遺跡が残っている。この水道の分水施設であるカステルムアクアエは 都市の西にあった。ニコポリスアドイストルムは、も、エシアで最も劣悪な貨幣鋳造所の一つであった。そこで鋳造された銅貨は、神々、要塞の城壁、公共的な建築物や、宗教的な建物を描いている。コインの刻印はギリシャ語であり、都市の公用語もギリシャ語である。 最も興味深い発掘品である貨幣については、ベリコ・タルノボの考古学博物館に展示されている。この都市は、アルコーンの競技によって運営されていた。二つの主要な行政機関は、政務審議会と人民会議であった。長老協議会もあった。代替わりするたびにその時同期のローマ皇帝への崇拝、及び主な神々の崇拝を担当する司祭の集団たちが、 都市とその周辺のあちこちで宗教活動をしていた痕跡となる証拠が見つかっている。古代のニコポリスアドイストルムには2つの重要な幹線路があった。オデッソスからマルキアナポリス、ニコポリスアドイストルム、メルタセルディカ経由で、そこからローマ帝国の西部地方に至るルートである。2番目のルートは野営地であったノバエで始まり、 ニコポリスアドイストルムを通って、ハエムス山を越えて、カビレ・ハドリアナポリス・ビュザンティオン昭アジアの古代のボスポラス州へと通ずるルートである。これらの幹線路は、ローマ帝国全体の規模から見れば、順守用路というものに過ぎなかったが、ドナウ川周辺の属州の経済発展と軍事防衛にとっては、非常に重要な意味を持っていた。そのため、 ローマ帝国の中央政府はこれらの道路の整備を常に気にかけていた。ニコポリスなどイストルムはオデッソスとマルキアナポリスからおそらくメルタを経由してモンタナに至る重要な属州の道路の一つであったであろうと考えられる。近隣のローマ帝国の都市や要塞までの距離は以下の通りだったと推定される。一ローマ式マイルは1 4 8 2トルで、 一ローマ式マイルは1000ダブルステップとしていたことに注意。ニコポリスなイストルムはゲルマン文学の伝承の発祥地であったと言える。4世紀のゴート族の司教で宣教師でもあり、聖書翻訳家でもあるウルフィラはゴート文字を考案してゴート語を書き表した。347年から348年に彼はコンスタンティウス2世ミカドから回収した。 キリスト教信者たちをも、エシアに移住させ、ニコポリス・アド・イストルムの近くに定住させる許可を得た。彼は、学者のグループがギリシャ語から、ゴート語に聖書を翻訳する作業を監督し、ニコポリス・アド・イストルムにも滞在している。この聖書は、後に、ウルフラビベルと呼ばれることになる。また、ダキア戦争の間に、ダキア人に勝利したことを記念して、ニコポリス・アドネスティムが、 トライアヌステーによって建設された。その都市はゴツェデルチェフから7トルの地点にあって、その都市名はメスタ川での勝利の都市を表している。ありがとうございます。